ワイルドハート大森隆夫。6月7日この日、大森の海外遠征に関しての記者会見が行われた。自分でも希望していた AWA の防衛戦がアメリカの時間で10日11日12日と決まりました。ミシガン州ワルドロンで大森はスティーブ・コリのジャスティン・ローデスとの3ウェイマッチで防衛戦を行った。まずジャスティンをアックスボンバーで葬ると、続けてコリノにも斧爆弾を叩き込む。さらにアックスギロチン、勝利の方程式でコリノから3カウント、防衛に成功する。そして翌日、大森は信じられないことに遭遇する。カードが、おいおい、なんでまた今日コリノとなんだよ。なんと本日もコリノと防衛戦。昨日もコリノとやって白黒ついてるだろお前。おい、え、今日またコリノ高尾大森スティーブコリノ、ミスターガーニア、ミスターガーニア、 Why I コリノ againWhy? Wait a second, Ori. What's your problem? I don't speak Japanese very well, so I don't understand. No, I speak English. Why? 大森の英語は通じなかった。 AWA 会長デール・ガニアの陰謀と共に戦う大森だったが、アックスギロチンで王座防衛を狙う。しかしコリノはカウント2でキックアウト。そこにガニア会長がエプロンに。コリノはアックスボンバーをかわしスモールパッケージ、スリーカウントを奪ってしまう。手ぶらでの帰国を余儀なくされる大森。もう別に日本じゃなくても構わない、俺はどこだってね、どこだっていいですよ。またアメリカにベルト取り返しに、こいつはアメリカに行くし、うん、前にあのオスカー・デイビッドが言ってたアラスカ、アラスカにベルト取り返したらベルト取りにアラスカまで行きます。日本だって構わない、そこだって構わない。ベルト取り返されだったらね、どこにだって行ってやるし、何だってやりますと、その時。こんなとこいたの、高尾ちゃん。高尾ちゃん聞いたわよ、なんかこう最近腰が寂しくなったんですって。48の断食技、断食ディーノ。ちょうどの GAY アナル級のベルト作ってきたのよ。いやいや、もう世界で一番のアナル決めようっていうベルトよ。もう虹色のレインボーカラーが似合う高尾ちゃんには受付のベルトじゃない。次、次いつ、あの17日。わかんない、俺も帰るの。いやいや、もう17日。俺も13時間のフライトで疲れてんだよ。初代あの決めましょうね。やんないよお前なんかの。分かってる分かってる。もうあんたのそのやらないっていうのはやるっていう意味など分かってるのよ。ゼロワンマックスの回答は、大森選手が AWA のベルトを失ってきたというものに対してペナルティが課せられると。第1試合において大森隆夫ペナルティ、オスカー・デビッド指名試合として第1試合で大森隆夫対男色 D のを行わさせていただくこととなりました。タイトルマッチ緊急決定。いい試合にしましょう。あんなことやこんなこと起こるような、首上がって待ってなさい。初代世界アナル級王者決定戦、男色 T の VS 大森隆夫。遅れてきた思春期、男色ディーノの登場であります。天海市ジュニアで大暴れしたディーノが今日は大森の低層を狙うべく再び来週であります。おっと、またもや観客席になだれ込んでおりますディーノ。さあちょっと男性客が襲われております。
まさに動物的欲求、会場のモラルが完全に失われております。あっと、いや金沢さん、はい、これちょっとですね、はい、あの GAY の世界アナル級のベルト、はい、これディーノが持ってるのはそうなんでしょうかね。そうらしいですね、世界アナル級のベルト、世界一のアナルを決める全くわけが分かんないんですけど ね、 そうですね。しかし違った意味で非常に危険な状態ですね今日は ね、 そうですね。さあお客さんも目を合わせてはいけない。さあ沖田リンガー何より警告が発せられております。さああと男性が襲われております。非常に危険な状態、危険な状態であります。さあこれが男色 D のなんと今日は大森隆夫との超異次元対決。さあ今場内の観客を物色するように、さあ今ゆっくりと男色 D の遅れてきた思春期の登場であります。続いては 6.11 アメリカミシガンで AWA 王座を失った大森が第1試合に登場であります。さあご覧の大森の表情、今日はオスカー GM から課せられた AWA 王座転落のペナルティーマッチ、なんと男色 D のとの超異次元対決であります。さあこの D の禁断の果実にどう対するのか。さあこの大森、非常に試合をしたくないというそんな表情がにじみ出ております。さあ今この丸腰のヘラクレスが今リング上であります。さあこの試合は GAY 世界アナル級初代王座決定戦であります。さあ早くも GAY コールが巻き起こっております。さあ今ゴングが鳴りました。さあ大森がいきなり先制。さあ大森高尾対男色ディーノの一戦、おっといきなり小川は静かみであります。さあ金沢さん、この試合はですね、はい、まあ、大森の AW 王座転落に対するペナルティ戦なんですけれども、まあ、いくらなんでもちょっと行き過ぎですよね。そうですね、あのまたね、まあ、大森選手がねオスカー・デイビッドをね、はい、信用してますからね、はい、信用してなければこれ出てこないと思うんですがね、そうですよね、まあ、唯一オスカー・デイビッドに会った選手ですからね、はい、しかしねこれだけ浮かない顔の大森隆夫も久しぶりに見ましたね。そうですね、ちょっと闘志が失われております大森。さあとこれは笹崎レフリーに、笹崎レフリーの股間が襲われております。これ金沢さん誤爆でしょうかね。誤爆ですね、明らかにあのなんな好意的誤爆といいますか、狙った誤爆のようにも見えますね。ちょっとね意図的なものを感じますけれども、しかし大森選手ねタイツが浅めなんでね、ちょっと危険ですよ。そうですね、放送的にもちょっと際どいところありますけれども、際どいですね、はい、本当ね生中継なら大変ですけどもね、はい、さあこの大森の股間のあたり必要狙ってきます。おっと大森のエルボスマッシュ。さあこの、GAY ゲットアスホールユアーズという、ネーミングですが、このベルトに果たしてどんな意味があるのか金沢さん解説していただきたいんですが、まあ、どういうことなんでしょうかね。まあ大森選手がまあとにかくベルトを失ったということでね、はい、まあ、とにかくディーノとしては何か大森選手と戦う理由が欲しかったんでしょうね。そうですよね、まあ、どちらかというと若いイケメン好きのディーノなんですが、そうなんですよね、このいわゆるねその典型的な2枚目ですよね。はい、そうなんですね、その大森選手も趣味だったというのがね初めて明らかになりましたよね。はい、まあ、とにかくこのディーノの暴走止まらないわけなんですが、まあ、金沢さん、天下一ジュニアでのね、はい、西田稔への猛烈アタックに始まり、この今度は大森隆夫と、はい、金沢さん言うように非常にこういい男ばかりを狙っているんですよね。そうですね、そして最後にはね、嫌がらせのように高岩の足を引っ張って、そうですね、まあ本当にね天下一ジュニアをね荒らしまくってくれましたよね、はい、さあこのディーノのめくるめく世界に大森が引きずり込まれてしまうのか、これがこの試合のポイントであります。さあ、あと大森のタイツに手がかかっております。さあちょっと大森のタイツが微妙な位置、しかしなんとかこれは未然に阻止しました。さあ果たしてこの男男色 D の
遅れてきた思春期の狙いは何か。さあ実力では当然大森高尾であります。さあしかしながらこのゲリラ的戦法、男色 D の数々の秘策を持っております。さあまたこれは強烈なエルボースマッシュ。さあこのディーノのたるんだ体が波打っております。ほらあんま変わんないんだから大丈夫だよ。さあしかし金沢さん、このね、ベルトもし大森勝つことがありますと初代アナル級の王者になってしまいますよね、はい、なってしまいますね、なってしまうというところが恐ろしいところですよね、はい。まあ、大森選手もね本当にねアメリカ遠征ではひどい目に遭いましたからね。そうですね、はい、もうあのデール・ガニアですか、はい、会長が非常に怪しげな人物でね、はい、最後ベルトを失った時はね、あのガニア会長が、大森選手の気をそらすと同時にセコンドの介入もあったんですね、はい、そうですね、椅子で一撃食らいましてね、はい。まあ、その後ね、あのリターンマッチを組むと言いながらも結局組まずになぜか6人タッグになってしまったというね、さあおっとこれはディーノが股間をわしづかみ、そしておっとこれコンプリートショットが股間をつかんでのコンプリートショット、斬新と言っていいのでしょうか。さあそしてあっとこれまたわしづかみ、おっとこれはあの金田さん、はい、なんとかスクリューに似てますね。そうですね、はい、なんとかスクリュー、なんとかひねり似てますね。そうですね、あっとそしてクロー攻撃、股間に、大森の股間にディーノのクローがめり込みます。これは反則ではないんでしょうかね。ちょっと待ってください、何か回ってますよ。これはスピニングドーホールドですかね、どっかで見たようなね、スピニングなんとかホールドなんでしょうね。さあしかしこれは効果的、ちょっと大森の動きが止まりました。しかし股間を視点にいろんな動きが出てきますよね、まあ、全てはその股間を視点にしてるわけですね、はい、彼はね、まあ、一点集中ですよ ね、 そうですね。さあそして今度は2位を落としてまいります。さあ大森がここはなんとか挽回したい。さあしかしながらちょっとまだ股間への攻撃に対するダメージが残っているか。さあおっとこれは飛び越えて何でしょうか。さあ危ない危ない、さあこれはタイツがタイツが脱がされようとしております。さあこれもなんとか未遂に終わりました。ちょっと判決になりましたね。なりましたね、さあ大森としてはやっぱりこれ短期決戦狙いたいですね。そうですね、これ以上あのこのペースね付き合ってるとね、はい、あのずるずるあのどこまでもね、はい、もしかしたらこの集大を晒すことになるかもしれませんから ね、 あのガツンガツンいってほしいですね。ただねディーノもね、はい、まあ嬉しいのかね、よく頑張ってますね。そうですね、あの強烈なエルボスマッシュ食ってね、まあね、どんどんカムバックしてますからね、はい。さあここはしかし苦しい表情でいいの。さあ対角線に振ります。さあ何やるか。さあ逆に振って、さあこれはキックをかわして、さあ当たない。これはなんだキスをしようとしているのか。さあ大森が非常に嫌がっております。そしてさあこれはローリングクラッシュ、あーっとディーノのケツが露出。これちょっと待ってください、まずいですね、これ見ちゃってますよ、まずいですね。これ金沢さん、はい、子供たちも見てますからね。そうですね、非常にまずいですね、真正面で見た女性のお客さんたちはちょっと凍りついてますね。そうです、女性も感染しています、非常に問題のある映像が続いております。さあこれはあっとこれはすごいですね。すごいです、シャイニング式ですね。シャイニング式でカバを掘ってきましたね、これは効きましたよ。効きました、確かに効きました、どの部分が当たったかは分かりませんけどね。さあおっとここでああロブロー、これも何か自ら言ったような感じもありますが、さあこれちょっとディーノもこれはちょっと本人を喜ばすだけという感じもありますね。そうです、あまり効果ありませんね、さあまさにこのディーノのめくるめく世界に大森が突入してしまいました。さあフレーゾンバスター、ようやくプロレスらしい展開。さあ先ほどの映像の方が若干心配ではあります。さあそしてその間に大森がトップロープ、さあ何やるか、ダイビングミドロップ、これは強烈、決まったでしょう。おっと返した返しましたね、なんとディーノカウント2でキックアウト。いやー、やはりあのベルトにかける執念ですね。そして少しでも長く大森高尾と戦いたいというね、はい、うまあ欲望でしょうね、欲望ですね。さあとこれアクスクロスに行くところ、これはまずいですよ、大森の下へ上げられた、前がまずいですよこれ。あ、命よ、この防ぎ方初めて見ましたね、初めて見ました、これは有効ですね。あ、飛んだ
これはすごい、大森の唇を奪いました。このジャストタイム、そしてあっとこれは大森の顔面がリードのタイツに埋没。今なんという姿、次のシンドライバー、すさまじい状況ですよ。すごい、すさまじい状況ですよ。これはすごい光景、こんなのは見たことがない。いや、めこれプロレスに残る名シーンでしょ。名シーンです。はい、アクスボンバー、もうこれで終わるか、こんな試合があっていいのか。カウント3つあります。いや、素晴らしい、素晴らしいですかね、はい、素晴らしいと言っていいんでしょうか。このまさに娯楽ホールディーノの幕空間と化しました。いやー、これもうね、言葉いらないですね。いらないですね。あのね、男色ドライバーをね、アクスギロチンに返す、はい、その瞬間なぜか大森が白覆面姿になってしまったというね。まあ、これはプロレスに残る名シーンですね、はい、永遠に語り継がれるでしょうね。なるほど。そしてチャンピオンになってしまいましたよ、はいはい、そうです。この初代 GAY 世界アナル級の初代チャンピオンとなってしまいました大森隆夫。ご覧ください、この複雑な表情、レインボーカラーに彩られたこの世界アナル級のベルトが大森隆夫の鍛え上げられた腰に巻かれてしまうことになります。いい試合だったわね。もうゲイのベルトってやったら私がチャンピオンになるしかないって思ってたんだけど、ゲイに対するあんたの執念が私を上回ったわ。いいえ、いいのよ、もうここにいる千年後千人オーバーの人たちがあんたのことをゲイとして見てないのよ。赤尾ちゃん、いいよいいよ、持って帰って、まあ、さあ、ちょっと待ってください、まだこれ微妙なシーンがやってますけれども、似合うわ、似合う、これディーノにしたら、はい、大森が持ってる方がもう一度挑戦できるってことなんじゃないですか。取ったベルトだけど俺が欲しいのにちょっと違うんだよ。そんなに差はないわ。このベルトは俺が持っているより君が持っているのが一番輝く。いや、そんなに持ってないわ。みんなそうだ。今日は前回取りましたけど、これは大変なことになりました。いきなりこのベルトが返上されてしまいました。まあでも大森にしてもこれだけ腰に巻いて恥ずかしいベルトはないですよね。そうですね、恥ずかしいですね、非常に恥ずかしい絵柄ですね。じゃあもう一回一旦待ってみましょう。さあ、ということで壮絶な GAY 世界アナル級初代王座決定戦、ベルトの行方は果たしてどうなるのでありましょうか。見直す頼むわ。